こんにちは。本日はアイハーブで購入できる冬に向けてのボディケアや女性へのミニプレゼントにもちょうど良い、選べる香りを楽しめる美容オイル系の商品などをご紹介いたします。ウェレダの六種類のボディオイル、エッセンシャルキットです。ウェレダのボディオイルは、 日本でもいろいろな種類が販売されていて人気がありますがどの種類が自分に合うのかわからなかったり選ぶのに迷うこともあるかと思いますそんな時のためにもこのセットでは人気のボディオイルを10ミリリットルずつ6種類も試すことができます6種類の特徴を簡単に言うとバーチセルライトオイルは グレープフルーツのような柑橘の香りで気になるセルライトやむくみなどのために白樺の木のエキスなどが入っていますアルニカマッサージオイルはハーブ系の香りで筋肉痛や肩こりなどのためにアルニカというお肌のエキスなどが入っていますラベンダーリラックスオイルはラベンダー中心の香りでリラックスのために ラベンダーやリモネンなどの成分も入っています。ワイルドローズオイルは、ローズのお花の香りで、柔らかい肌にするために、ローズの花や種のオイルなども入っています。ちなみに、ローズ系のオイルでは、このアンダルーナチュラルのものも香りがとても良いです。 シーバックソンオイルは、柑橘系のフルーツの香りで、乾燥肌の方のためにシーバックソン、サシーのみのオイルなどが入っています。ちなみに、シーバックソンのオイルは、このバジャーのものも、成分も、可愛いい入れ物も二重丸です。 ザクロリジェネレーティングオイルは甘酸っぱいザクロの香りでエイジング肌のためにザクロのエキスなどが入っています。ということで皆様ならどれが欲しいですか 私だったら、一番欲しいのはワイルドローズ、二番目はザクロ、三番目はシーバックソーンが欲しいです。実は今回、いつもお世話になっている職場の先輩と、同期の合計4人の女性たちに、このバジャーのバームと一緒に、 選べるミニプレゼントとしてお渡ししつつ、どの種類から選べれるかの実験と、残り物の,の服は私がいただいちゃうという計画です。バジャーカンパニーのアナマセラビーキットです。このアナグマさんの缶で有名なバジャーの香りの良いバームがアロマスティックになったもので、チアフルマインドバームは元気を出したい時のために オレンジやレモンの香りなどが入っています。フォーカスバームは集中したいときのためにレモンやローズマリーの香りなどが入っています。ストレススーザーバームはストレスがたまったときのためにラベンダーなどのお花やハーブと柑橘の香りも入っています。頭痛スーダーバームは頭をスッキリさせたいとのために ミントやラベンダーの香りなどが入っています。ヨガ瞑想バームは、ヨガや瞑想で心を落ち着かせたいときのために、サンダルウッドなどのオリエンタル系と柑橘フルーツの香りが入っています。さてさて、皆様、今回はどれが欲しいですか 私は一番欲しいのはヨガ瞑想。2番目はストレスシューザー。3番目はチアフルマインドです。職場に持っていくときは、こんな感じにそれぞれの特徴がわかるように付箋をつけて、皆さんに選んでいただいて、おいるようにこの容器も一緒にお渡ししました。 もちろん、個人の好みもあると思いますが先に選ばれていった順番で言うとウェレラのオイルはドーズザクロラベンダーと先輩方にはまず女子力高めのオイルから売り切れになって同期の子にはバーチセルライトと日本では一番人気のオイルが選ばれました。 バザーのバームは、フォーカスマインド、ヨガ瞑想、チアフルマインドと、こちらはちょっと私の予想外の結果になって、それに続いて受注スーザーが売り切れになりました。なので、私にはこの服が参りました。オイルはアルニカとシーバックソーン。 バームはスストレスシ,ューザーですシーバックソーンオイルはまさに甘酸っぱいみかんのような香りが嗅ぐだけで元気が出てきて手にもするすると馴染んで保湿されるのにベッドつきも少なく予想通り気に入りましたアルニカマッサージオイルはハーブのセージかオレガノのような香りで 香りは日本の方には好き嫌いもありそうですが、使い心地も良く、アロマ好きの方は気に入ると思います。オイルはこのままでは使いにくいので、この容器に入れても良いですし、私の場合は他のプッシュ式の容器のオイルに混ぜて、さらに炎症を抑えるとされるフランキンセンスやサンダルウッドの精油が、 ほほばオイルにブレンドされているものや日焼け止め作用も多少は期待されると言われるレッドラズベリーシードやキャロットシードオイルなどを加えて自分なりにアレンジして使っていますそしてストレススーザーは癖のないマイルドなミントとラベンダーの香りで確かに香りの持続力は弱めですが リップクリームとしてちょうど良いですプレゼントした方々からもそれぞれ香りも使用感も良かったと喜んでいただきましたし何よりどれがいいかなと選んでいる瞬間の皆さんのワクワクした表情がこちらも嬉しかったです視聴者の皆様もちょっとした感謝の気持ちを伝えるときに こんな選べる香りのワクワク感をプレゼントしてみるのはいかか。がでしょうか本日もご覧いただきありがとうございました。